リベリーン対、まあ。リベリーって悲しいけど、リベリーに関しては、だいぶ長かったっすよなあのプレースタイルで。30、今いくつ今いくつか書い,書いてないけど、39か、39で、だって、1、年前までフィオレンティーナで普通に突破していいプレイしてましたからねそう。フランク・リベリーが他の選手と比較して、消、え、失、ー、していた部分はどこですかもう、まあ、あれですね、メンタルですね。あの、宇佐美のエピソードにあるね。 自分で一人いても自分でシュートを狙いみたいなのが二人いても自分でシュートを狙いみたいな三人いても狙いみたいなねお前上うまいけどメンタルが弱すぎるってリベリーにあの説教を受けた話ねうさみがであとはあれですね普通にドリブルの能力はもう僕が説明するまでもなくあとフィジカル的にもね岩みたいだったって誰か大久保でしたっけ誰か言ってましたよね何よりメンタルだと思いますねそうなんか自分以外を見下してるのがいい意味でプレーン出てるって感じですよねだってねなんか あの金粉でコーティングされたステーキみたいなのを食ってるときにさ、なんかあのファンにそれをディスられるようなリプライとかさされたときに、ね、お前らみたいな親がコンドームに穴開けてたせいでできたような、あの靴の中にあの、親がコンドームに穴開けてたせいでできたようなやつらに何も言われても、靴の中に小石が入った程度にしか感じねえんだみたいな。 今思い出せないぐらいなんか、よくそんなに悪口、羅列できるなぐらいの感じのこと言ってた。うまいけどって、うまいことはリベリー認められてるのか、すぐ。うん。え、オリオさんがラジオでリベリーのこの発言読んで、俺もリベリーみたいに金稼いだら、この感じの発言言ってやりたいとおっしゃってました。そうなんだ。オリオさんが憧れる系のそういうコメントするの珍しいですよね。哲学が一緒だったら議論できるんですよ。答えが自然とそっちの方向に導かれるから。 でも哲学違う人同士が議論するとただの水掛け論になるっていうか、だか当時のイブラが、ちゃんとそのペップの戦術を理解した上で反論してんのか、あのゴールを取りたいというか、そういうのをしたのかでだいぶあれ変わってくるんですよね。で何より何回も言ってんじゃん、イブラ。で何回も言ってて、ペップはね、一回も反論してないんですよね。で絶対ペップだって言いたいことあるじゃん。だ黙ってるペップかっこいいなっていうのを思っちゃうんですよね。 テップが言ってたのがあの、ロッカールームは選手が監督の悪口言う場所だから立ち入らないみたいな話とか。 昔、リベリがね、すごい映えるの、あの、ルポ本の中でさ、リベルゼロトップに使ってたリベリーの才能をすごい賞賛してんすよ、ペップ。で、リベリのいろんな使い方とかを見つけようとして、その模様をペップを見てた人が書いてるのがそのルポ本なんだけど、まあ、いずれ使わなくなったんだけど、ゼロトップでは。かなりペップがリベリーのことをいろいろなんかこうやろうとしてて、まあ、そこに愛は感じるんすけど、ペップいなくなった後さ、リベリーがさ、もうすげえ嫌だったみたいな <laughs> ここ、ペップ嫌いみたいな話するじゃん。 で、それに対してのペップの返答が、僕は愛してるんだけどね、みたいな。泣いていいっていう。<laughs> オーラーナッシングの中でさ、ヤヤトレがさ、銅像を作られてさ、対談するときに、ペップが、君はどう思ってるかわからないけど、僕はもうヤヤトレを家族だと思ってるんだったかななんか尊敬してみたいな、そういう。 ポジティブなこと言ったのよ。あの、君はどう思ってるか分かんないけどっていう、そこの一文に感じる辛さね。ペップも多分いろいろややトレが怒ってるとか、ペップのことをよく思ってないみたいな話はいろいろ聞いてんのよ、絶対。なんだけど、ペップだってややトレのことが嫌いなわけじゃないし、ただチームに対して責任を勝たせるっていう責任を背負ってるから、その中で、まあ、ややトレのプレイ僕全部見てますけど、シティでペップが来てから。まあ、切り替え遅かったりとか、守備の約束ごと守れなかったりとか、うまいんだけど動けないよねっていう感じになってるから、 それは使えない。でも、ヤヤトレ側はそんな客観的視点なんて持ってないから、それは起こるんよ。ってなった時に、ペップは何事もないみたいに、ヤヤトレ最高だよありがとうね今までっていうより、君はどう思ってるかわかんないけど、僕はその消してるみたいな、あそこに感じるなんか辛さっていうかね、それを感じちゃうんすよね。僕はね、イブラ大好きというか、まあね、イブラとかバーディーとかああいう悪頭いいかっこいい選手大好きですから、でもペップみたいにね、 リズメの情熱化大好きですから、ある程度だとか、ってなってくるとね、で、そこに生まれる物語はね、お互い本気なんよ、勝つことに、また自分が結果出すことに。で、本気だからこそ、うん、まあ、それぞれのね、精神的な成熟度みたいな話もあるから、分かり合えないというか、傷つけ合うことになってしまうみたいなさ、っていう、なんか思い出しながら辛くなるというかね、勝手に僕がペップにダイブしてるだけなんですけど、 ああ、監督大変そうだな、で終わりでいいですけど、なんか、これの、もっと、めちゃくちゃスケールちっちゃい番が俺にもあったな、みたいな。有能な監督のもとでしばらくプレイしたより全く伸びなかった選手とかっているんでしょいや、めちゃくちゃいるでしょだってそれで言うと、ね、ペップとかクロップのもとでやってた選手は全員伸びるってわけだから。だか、そういう選手をうんのがうまい。あのー、今日、ちょうどそのイベントでちょっと話したけど、そらんけん。俺ではリバプールで。なんかさ、 ソランケプレシーズンで僕見たときに、あの、現地っていうか、香港ツアーであ、すげえ体強いな、みたいな、やっぱソランケいいな、みたいな思ってて。だけど、なんかオフザボールとか、なんかこう、裏への抜け出しとかそういうので引き込むのうまくなくて。で、その頃は今みたいにこう、選手を人間側と戦術が両方でこう見る精度が今みたいに高くなかったから。その後にさ、なんか練習、なんか普通のアップのコーン使ったなんかこう、アジーティー鍛えるというか、そのコンディション調整みたいなトレーニングで。 ヘンダーソンとかハンダイクとか超真面目に黙々とやるす。そらランいだけ一応言われてるからやらされて、ね、言われてるから一応やっとくみたいな感じで。でやっぱりそういう選手ってそれを毎日、ね、積み重ねてるとすごい差なしい、そこを雑にやる選手とそういうの一個一個をしっかりやる選手って他のところでも差が出るんですよ。パス1個シュート1個ドリブル1個で。 その結果、ソラン家がまだそういう向上心ないっていうのバレないうちに、すげえ高い接近でパレスかどっか打ったでしょ、ボーマスか。みたいなのが、マジで、あの、クロップっていうかリバプールはうまい。クロップはその現場で人間見てるし、あの、あれ、マイケル・エドワーズとかは、あの、現状のプレーの伸びそうなことこ伸びなそうなとこと,とか、そういうところをスカウティングもするだろうし。だから、伸びるやつは残し、伸びないやつセンサーっていうのがすごいでわかるから、 それをちゃんと放出に使うって感じがしますけどね。それを聞くと南の本当に出したくなかったかもしれなかった気がしますいや、本当だと思いますよ。うん。ね、サッカーって競技場11人しかピッチに立てないからね。リベリーは悪だけど、ガチだからね、うん。だってそのね、生き残りたかったら自分が得することや考えると、本当になんかストリートから成り上がってきたみたいなさ、叩き上げの人だからさ。だってワールドカップ出た時とかトップリーグじゃなくなったなんか、だってなんでジュリーじゃなくてリベリーなんだみたいな声あったもんね。見たことない。 時短と逆サイドの右のウイングやってて、まあ、時短とかのない運動量を右サイドであの守備してカバーしてたみたいなそういう出てき方だからさでプレー真面目だしねリベリーねだ真面目というか何て言うんだろうなこの本気っていうかガチ <laughs> ギャルとかが言うガチじゃなくて本当にあのこの世界で俺は生き残るんだっていうプレーするテベスとかリベリーはきれいごとじゃねえんだサッカーはっていうああいう選手がありがたいんですよ監督からしたら